ジムシン、ジョージ、今アラスカだ。やはり氷の中から発見されたのは3000万年前に絶滅したクジラの祖先ロドケテスに間違いない。はあ、マンモス以外では冷凍保存が発見されたケースは世界でも類がない。だが諦めてくれ、そっちに運ぶわけにはいかなくなった。我々は決して触れてはならないものを掘り返してしまったんだ。ジョージ、とても信じられない。聞いてくれ、ロドケテスの死体がまだ半分凍ったままだっていうのに動き出したんだ。冗談なんかじゃない、本当だ。そして、あ、神様、キャサリンがそいつに噛まれた。彼女は高熱を出して苦しんだ。見たこともないウイルスが検出された。エボラにも狂犬病にも似ているが違う。メリーランド州にいる専門家に助言を求めた。ダン・ギブソン教授だ。培養したウイルスを彼の元に送った。だが間違いだった。あれは氷の中に永久に閉じ込めておくべきだったんだ。キャサリンは激しく痙攣し息を引き取った。問題はその後だ。彼女の死体が動き出したんだ。いや、別の生物に変わり果てたと言うべきか。あれはもはや人間とは呼べない。ジョージ、ジョージ、君の権限ならできるだろう。バイオハザードを発令してこの辺り一帯を焼き払ってくれ。アラスカの火災だから躊躇する必要はない。全人類の危機を考えればそれぐらいの犠牲は。到着。これよりレベル4に突入する。ターゲットはダン・ギブソン教授。殺すな、麻酔銃を使え。波動させた。心にここはすぐに穴を開けてしまった。水没する。リザ、もう元には戻れないの。どうしようもないの。リザ、君は
また海を見てたんだ。うん。お父さんが探してたよ。大丈夫、告げ口はしないから。よかった。ジルマ、怖くないの？海。どうして？だってほら。あんなことになっちゃったから。でもそれって海のせいじゃないよ。海は何にも悪くない。そりゃそうだ。それに海ってあれじゃない？なんかほらすごいよね。だね。まるで何事もなかったかのように波が寄せ返して、やっぱり綺麗だよね、アドリア海って。ああ泳ぎたいな。それはダメだよね。ねえリサ、いつか海を泳げるようになるよね。何も心配せずに。なるよジルマ、きっとそうなる。本当？うん、必ず。そうなったら一緒に泳いでくれる？あ、それは私泳げないから。え、そうなの？泳げないの？どうして？どうしてかな、覚えてないのよ。そうだった、リサは記憶が。ごめんジルマ、謝ることじゃないよ。ごめん。だからさ、ハイズだ。帰ってきたんだ。ずっと離れてる。今なら大丈夫だ。よし、門を開けろ。隣町のマーケットにはまだ食料は残ってた。俺たちを袋に詰め込んでた。その時突然奴らが現れ襲われた。ものすごい数だ、奴ら待ち伏せしてたんだ。5人ともやられた。俺たち二人が戻れたのは幸運に過ぎない。もはや不可能だ、食料調達は。なんだって、残された食料はあと1週間ももたないんだぞ。どうすればいい。もっとたくさんの人数で行けば。そうだ、そうすれば。やつらの数は数百、いや数千かもしれない。とてもじゃないが数では勝てない。しかも俺たちを追ってここに向かってる。月に壁の外はやつらに取り囲まれる。ここを出ることすらもはや不可能だ。マルコ！リサ！おかえりなさい、よく戻ったね。ずっと待ちわびていた、これからを生きる望み。ごめん、俺何もできなかった。いいのよ、あんたは勇敢だった。でもリサ、俺は何も言わなくていい。マルコ、無事に生きて帰ってきてくれただけで私嬉しい。でも大
大変、すごい熱。こら、おい、チャベス、何？マルコ、この傷は？おい、マルコ！奴らにやられたな。違う、そうじゃない。これは犬に。嘘つけ！その後は犬の牙じゃない。まさか、マルコ。どうしてこんなことに。どうして俺なんだ！いつやられた？昨日。そんな。こいつに近づくな、離れてろ。おい、ちょっとチャベス、何をするつもり？安心しろ。人間でいる間に殺してやる。やめて、歌うのに正気なの。マルコを殺すなんて。じきにマルコじゃなくなる。今はまだマルコよ。どけ。どかない、殺させないわ。大丈夫よマルコ、私。マルコ、どけ。マルコ、どうして。マルコ、リサ、分かってるだろ、こいつはもうマルコじゃない。神に祈るんだ。こいつをゴミ焼却炉にすぐに燃やすんだ。クソ、なんてこった。ロムロ、お前はドジ踏んでねえだろうな。はあ、どこも噛まれちゃいないさ。おい、なんならここで裸になってみせようか。なあみんな、俺たちの命はあと一週間だとさ。それが怖くて永遠の命を得ようってんなら好きにしろ。奴らにかまりに行けばいい。脳さえやられなければ不死身だ。ただしそれが命と呼べるかどうかは別だがな。おい、ジルバ。いや、まだ望みは残されてる。途中で出会った人たちから聞いたんだ。奴らに噛まれたのに発病しなかった少女がいると。本当か、それは。噛まれたのに発病しなかっただと。ああ、だ、何人にも聞いたんだ。どこだ、その少女は。今どこにいる。少女が向かったその先はシチリアの南、青い海に浮かぶ小さな島。リノザ島だ。リノザ島、海に囲まれた小島。ウイルスに侵されていない可能性が高い。聞いてくれ、私は医者だ。その少女こそ人類の希望。人間を奴らに変えてしまう恐るべきウイルス。世界中の学者がワクチンを作ろうとしたがダメだった。だが残されている最後の手段、その少女こそ人類の希望。少女の体にはウイルスを無力化する抗体がある。その血液から血清を作れば噛まれても発病しなくなる予防薬ができる。ワクチン開発も夢じゃない。おい、そりゃ本当なのか。医学的には可能だ。その少女さえ見つかれば。奴らに噛まれたのに人間でいられた少女の元へ。そうだ、海が上がる前だったら船でこうアドリア海からイタリア半島回ってイオニア海着きりゃ一日で着いたもんだから。だが今の海は危険だ。近くで漁をすることさえできない。海がダメなら空から行きましょう。空、何言ってんだ。奴らのおかげで空港は壊滅状態だ。むしろ旅客機が率先してウイルスを運んできたんだぞ。とても無理、馬鹿げてる。陸路でイタリアとの国境を越えたすぐに米軍基地がある。アビアーノ空軍基地だ。俺はアメリカ人だ。事情を説明すれば軍の輸送機でリノザ島まで飛んでくれる可能性が高い。待ってくれ、アビアーノまではどうやって行くつもりだ。そりゃ車が使えれば半日仕事だが、ガソリンがない。途中で奴らの財布に出くわすに決まってる。今回だって7人で行って6人やられたんだぞ。自殺行為だわ。ダン、何か手はあるの。自転車がある。
自転車？今回の目的であれば大きな罪には必要ない。身一つだ。でも自転車って。いや、車で半日なら一日半もあればアビアードまで行ける。それに利点もある。自転車なら静かに走ることができる。ああ、なるほど。そうか。音を立てなければ奴らを刺激することもない。奴ら妙に音には敏感だからな。だがそれにしたって危険な賭けであることは変わらない。ああ、命を捨てに行くようなもんだ。乗った。ダン、俺も一緒に行く。ロブロ、ここで二の足を踏んでたら死んだ人間に顔向けできないからな。ロブロ、ダン、私も一緒に。君はダメだ、リサ。どうして？第一に、君もいなくなったら病人の面倒は誰が見る？誰が薬を選んでやれる？私だって見よう見まねで。第二に、君は誰かの大切な人なのかもしれない。もしそうならその誰かに申し訳が立たない。まずは記憶を取り戻すのが先決だ。そうだ。チャメス、お前も来てくれると心強いんだが。そうよ、この中で一番強いんだから。来てくれるな。断る。は？俺は行かない。お前さ。ロブロ、チャメスにはジルマがいるから。なんだ、そういうことならジルマは私たちが見ててあげるよ。そうさ、あの子なら大歓迎だよ。断る。おい、チャメス！悪いが、俺にとってはあんたらの命より、いや、世界中の誰の命よりも、ジルマの命が重い。そりゃ誰だって自分の家族は大事さ。けどな、今どういう状況か分かってるのだ。ロブロ！おい！ロブロ！いざ、その気がない人間がチームに参加するほど危険なことはない。なんだい？俺、手を挙げてもいいかな。ゼルグ？お前が参加してくれるのか。あ、いや、俺はさ、一度空軍の飛行機に乗ってみたかったんだ。だからそれだけ。おい、ありがとう、ゼルグ。いや、だから俺はただ飛行機。少佐、まだ望みは残されてる。奴らに噛まれたのに発病しなかった少女の元へ。その少女こそは数えきれないよ。おい、これじゃリノタとはおるか。ああ、こっからゼルトでもできねえ。くそ、せっかくの明暗だったのに。最後の希望も絶たれたってこと。なあ、どうする。どうするったって奴ら一体獲物を囲んだらめったなことでは動かないからな。これじゃいつ出発できるやら。だが残された時間は一週間しかないんだ。どうすれば。待ってください、いい方法があります。教えてくれ、ロベルト。音楽を使うんです。音楽？ご存知の通り、奴らは音に敏感です。音に群がってくる習性がある。ああ、だからここでは大きな音を出すことは禁じられてます。楽器の演奏や大勢で歌うことも前はみんなが大好きだったことです。だからみんなで町の南側に集まって大勢で歌うんです。そうすればここを取り囲んでる奴らは南側に集まってきます。その隙に北側から脱出する。陽動作戦ってわけか。そうです。そいつは面白い。日頃の鬱憤を晴らして大声で歌って、それで奴らの裏をかくなんて痛快じゃないか。私たちやるよ、参加する。ああ、俺もだ。俺にも歌わせてくれ。私も。ありがとう、ありがとう。そうと決まれば結構は明日の朝町の音楽祭のために練習してた僕の曲をやりましょう。今日中に楽譜を配っておきますから。よし、ということなら早速うち帰って練習だ。ちょっと音出しちゃダメなんだよ。分かってるよ、ピアノ伴奏はなしにするからさ。俺はウィスパーでパート練習だ。それなら私は毛布をかぶって大声で練習する。文句ある？ OK です。よし、なんかいい感じだよな。明日が楽しみだなんてこういう感覚は久しぶり。
じゃあロベルト、楽譜待ってるね。了解。じゃあだ。明日。ああ。明日。なんかこう一致団結だね。ああ。一人を除いてはな。言っとくが、俺は乗らないぜ。でしょうね。奴らを舐めてかかるとひどいしっぺ返しやぞ。僕は別に舐めてはいない。おいどけ。いくら泣きべそかえたところで俺は一切感知しないからな。オーケー。ジルは来いお前。ああ、ちょっと言ってたんだ。おい。嫌なやつ。根は意外に悪くないと思う。表現の仕方が下手なのよ。そうかな。でないとジルマがあんないい子に育つはずないもの。へえ。何？意外に説得力がありました。意外って？あ、ダンさん、明日これを持って行ってください。これは以前日本の音楽家と交流した時にお土産にもらったんです。ああ、箸ってやつ。あ、いえ、鉄の風鈴です。風鈴ってあの風で鳴る？ああ、こうするのか。綺麗な音だな。でもどうしてこれを？奴らって変だと思いませんか？目は白濁して何も見えない。口からは血の泡を吹くばかりで言葉は奪われてる。なのにどうして耳だけが敏感になってるんでしょう？肉体はすでに死んでるっていうのに。さあ、そこはあまり考えてなかったな。まだインターネットが使えていた時、不思議なツイートを読んだんです。日本にある水沢っていう駅の周りだけは奴らが襲ってこないって。どうして？ちょうどその時期、南部鉄器っていう鉄の風鈴が駅のあちこちに吊ってあって鳴り響いていたそうです。そういう風習みたいで、僕はそれが何か関係があるんじゃないかと思うんですよ。きっとそれを持っていけば奴らに襲われない。おそらく。好意は嬉しいが自転車で行くんだ。不用意に音の出るものを持っていくわけに。でもですね、魔除けになるんなら、ロベルト、君が持っていてくれ。みんなを守れるかもしれないだろう。ですね。僕ももう少し研究しておきます。それよりもロベルト、みんなに楽譜。そうでした、急いで用意しなきゃ。あ、そうだリサ。ん？マルコのこと残念です。うん。気を落とさないでって言っても無理ですよね。うん、ありがとう。じゃあリサ、そのことについて俺も。マルコはとても私を慕ってくれてた。ああ、まるで弟のようだった。いえ、弟だと思ってた。マルコの方はそれ以上だったと思うが。私だって実の兄弟以上に。まあそういう意味で言ったんじゃないんだが。必ず生きて帰ってくるって約束してくれたのに。人間としての最後を見取ってやれたんだ。この状況下では幸せな方さ。幸せ？幸せってそんな意味だった？いや、それは言葉のあやで。私何かしなきゃ。できることを、自分にしかできない何かがあるはずなのに。リサ、やっぱり私もあなたと一緒に。この話は済んだはずだ。でも言っただろう、君の記憶が戻らないことには君を危険にさらすわけにはいかない。なぜなら誰かの大切な人かもしれないのだから。そのことがわかるその時までは俺には君を守る義務がある。そうだろう。何かを知ってるはず。私が落とした記憶のかけら、あなたがどこかに隠している。そんな気がして。本当のことは伝えられない。胸の奥深く固く閉ざした。
君にこれを渡しておこう。それは君にもしものことがあった、つまりもし奴らに噛まれるようなことがあればこれを注射するんだ。だ、まさかこれ。残念ながらワクチンでも血清でもない、ケタミンとミダゾラムの混合薬で脳の活動を止める働きがある。意味がわからない。だからケタミンとミダゾラムの混合薬。そこはいいの、どうせわからないから。それより奴らに噛まれるのと脳の活動を止めるのとどう関係があるの。奴らのウイルスは狂犬病のウイルスと共通点がある。それは人間の脳が支配されるってこと。狂犬病の場合、噛まれた傷口から入ったウイルスが脳に達すると脳をコントロールして肉体を痙攣させ、患者を呼吸困難にして窒息死させる。ところがある学者が発病直後の患者にこいつを注射し脳を休止させたところ、どうなったの。痙攣が収まったので患者は死ななかった。その後ワクチンがウイルスを撃退するのを待って脳を目覚めさせたら助かったってことね。ああ、ただし患者のうち1割が。希望の持てる話ね。今のはあくまで狂犬病の例だ。今回の場合、やつらのウイルスが脳に達する前に脳を休止させておけば少女の血清を持ち帰るまでの時間稼ぎになる。より生き残る可能性が高い。高いって何パーセントくらい。50-50。 確かに狂犬病より見通しは明るいかも。それになぜか奴らは昏睡状態にある人間に手を出さないことも分かってきてる。なるほど、森でクマに出会ったら死んだふりをしろってか。少々違うが、まあそれでいい。バカにした。じゃあこれを。いえ、これはあなたが持ってて、ロブロやゼルグにもしものことがあった時のために。いや、これは君のため。お願い。分かった。その代わり約束してくれ、この城壁から外には決して出ないと。頼む。分かった、約束する。じゃあ明日の準備があるから。ダン、あなたが生きて帰ってくる確率は。分からん、計算できない。私の計算では 100% よ。それは計算じゃなくて希望だろ。希望でいいじゃない。希望、素敵な言葉だと思う。負けたよ。いい、 100% だからね。もう誰も死なさない。あ、ダン、もしかしてあなたと私。記憶さえ戻れば誰だ、誰なんだ私は。ただ揺らめいて霞む記憶、手を伸ばしても届きはしない。今の私に何ができる。
つしかないなんて、いつか見たはずのあの景色は暗く深い海へ沈んでく。私は誰、どこにいたの。遥か彼方揺れるあれは光。俺だよ。ロブロ、何、戻ってきたの？ああ、謝ってなかったから。謝る？マルコのことだ。はあ、でもロブロが謝ることじゃない。俺が謝らないで誰が謝る？誰も謝る必要はない。だけどさ、俺はマルコを、マルコだけはリサの元に返すってそう誓っていたのに。マルコは帰ってきたわ。すまない。やめて、あなたは最善を尽くしたはずよ。もう一度チャンスが欲しいんだ。今度はダン、ダンこそは無事に返してみせる。うん、必ず。頼りにしてる。それしか、そんなことしか俺にはできないんだ。十分よ。いやでもしょうがない、それが俺なりの愛の形だから。え、そんな愛し方しか、あ、というかそんな風にしか告白できないなんて、そういう男なんだ俺は。告白？いや、しかもこれって最悪のタイミングだよね。ごめん、もちろん無視してくれていいんだ。重く受け取らないでくれ、ロブロ。いや、いい。君はマルコのことが、だから最初から諦めてた。ちょっと待って、マルコとは別に。分かってる、分かってるんだけど、ほら、自分に嘘をつけなくて。 A 型だから。いや、とにかくそういうことだから。おやすみ。おやすみ。どうした？食わないのか？どこか具合でも悪いのか？ううん、ちょっと食欲がなくて。嘘をつけ。え？お前の顔にはな、自分の食べる分を削って他の誰かに回したい、そう書いてあるぞ。図星だな。それはいけないこと？いけないとは言わないが、褒める気にもならん。ダメってことだよね、ジルマ。ん？いいか、ウイルスってやつはな、俺たちのことが憎くて取り付くわけじゃない。やつらはただやつらの種を増やそうとする本能で動いてるだけだ。人間に寄生しないと自己増殖できない。だがウイルスが増殖すると人間の細胞は死滅する。
これは生存競争だ。生き残った方が勝ちだ。勝つためにはまず飯だ。結局そこにつながるんだ。心配するな。お前の食う分ぐらい俺がどこかで調達してきてやる。なんだ、何か不服か。だったら。だったらどうしてダンと一緒に行かないの。父さんが行けばダンたちは誰も死なずに帰ってこれる。なのにどうして。この間の食料調達隊だって父さんが行けば誰も死なずに。ジルマン、お前は自分の父親を過大評価しすぎだ。なんだ、言ってみろ。ジルマン。分かってる。僕を置き去りにできないんでしょ。当然だろ、親子なんだから。僕一人でも大丈夫だよ。大丈夫だと誰がそれを保証できる。こんな状況でお前は子供だからまだそういう判断かだな。父さんのせいじゃないよ。は？父さんのせいじゃない。ママが死んだのは父さんのせいじゃない。父さんがその時ママのそばにいなかったからって父さんが責任を感じる必要は。その話はいい。よくないよ。言っただろ、思い出さないようにするんだ。嫌だ。なんだと。忘れたくない。僕にはママがいたっていうこと、それを忘れろっていうの。そうだ、忘れろ。ひどいよそんなの。父さんがママの写真を全部燃やしちゃったからだんだんママの顔を思い出せなくなってきて。それでいいんだ、忘れろ。どうして。僕のママだよ。どうしてママのことをそんな風に言うの。あれは、あれはもうお前のママではなかった。ママはママだよ。ママがママでなかったら。うるさい、黙れ。父さんなんか大嫌いだ。ジルマ待て。ジルマ。ジルマ、俺の全て、今までこの腕一つで生きてきた。誰の助けも借りずにやってきた。家族を守って生きてきた。俺がいなければと思ってきた。だがそれは間違いだった。ジルマ、お前に助けられた。ジルマ、俺の全て。ジルマ、愛の形。ジルマ、今さら知った俺の生きる証。いつかこの気持ち通じ合えたなら、どんなに嬉しいか、どんなに幸せか。ジルマ、バカ野郎、なんで起こさねえんだよ。起こしたよ。起こしたけどあんたが起きなかったんだろ。起こしたんだろ、俺は起きてるはずじゃねえか。どうすんだよ。俺は朝早く起きて練習をしようって思ってたのによ。だったらグダグダ言ってないでさっさと準備しな。してるよ、してるしてる。なんでその格好は。私も行くの。なんか文句ある。一緒に行こうぜ。
ん？おい、もうみんな集まってるぞ。ほら、あんた遅いから。声が大きい。ごめん、そうだった。本番までは静かに。それじゃあピアニッシモだ。音階練習。ソファミレドレミラシドシドレドレミファミラソファミレドシレミファミファソファソラシドシラソファミレドシドレファラソファソミレドもう一回いくよみんなでだ遠慮はいらない思い切りハーモニーを響け体と心浮き立ってくるフフフフフフフ今日は音楽祭だ奴らの花を果たしてやる集まってこいその間にガンたちが出しさハハハハハハハソソソソファミレのシドレミファソラララララソファミレドレミファソラシ禁じられた音楽今日は会議の音楽祭誰にも邪魔なんかさせない歌って歌って歌って大きく口開けファミレドシドレミファソラララララソファミレドレミファソラシ禁じられた音楽今日は解禁三拍子見送りはここまでだリサありがとう気をつけてこう祈ってる勇敢だわ素敵よゼルいや俺はただ飛行機に乗りたいあれだから期待してるよおう任せとけって約束よ 100%希望を叶えるよう努力するよ希望っていうのはねそれを望めば必ず叶うものなのよじゃあ努力はいらないかして努力はしてオッケーじゃあ君は音楽隊に合流してくれうんじゃあダンじゃあリサじゃあね元気でなウォーミングアップはここまでいよいよ本番行きますよそれではおい誰かジルマ見なかったかなおいなんだよちょっとどういうつもり邪魔すんなよジルマジルマあの子ならいないよどこ行った知らないよ見てねえぞいないんだどこにもあちこち探したのに心配いらないよそうそうどっかで遊んでんだろ今までなかったさこんなこと帰ってこないなんてシルバーシルバータペスさんタペスさん
だ。何かしてんのか。今から歌と演奏があるんで大きな声を出さないでもらえます。そうだよチャベス、あの子も音楽が好きなんだから、始まったらここに来るよ。そうだそうだ、きっと来る。待って待って、ジルマー、ジルマー。はい、ご理解いただけたようなので今度こそ始めますよ。用意はいいですか。あ、演奏の前に一言だけ。これから歌うのは本来は夏の音楽祭で披露するはずの曲でした。でも奴らのせいで大勢で声を出すことも楽器も禁じられ、音楽祭は中止。しかし今回、明日への希望を音楽でつないでいくことになりました。とても喜ばしく誇らしく思います。ジルマ、ここにいたんだ。うん。音楽祭は参加しないの？ここでも参加できるし。だね。それにここからなら奴らがちゃんと集まっているかどうかもわかるし。よし、じゃあここはジルマの持ち場だ。持ち場、なんかかっこいい響きだね。ジルマ少尉、持ち場を頼んだぞ。了解。じゃあね。うん。この演奏を今日一日たった一度だけにはしたくありません。皆さんも思いは同じでしょ。この曲に乗じてダンさん、ロブロさん、ゼルグさんたちが勇敢にも危険な旅に出発します。この曲が彼らを送り出す曲であるとともに、必ずや彼らが無事帰ってきた時盛大に迎える曲として再び演奏されることを信じてやみません。それでは本番参ります。いけない、始まった、急がなきゃ。生きていること、それだけで不思議。昇る朝日の光浴びれば、なぜかそれだけで体の底から力が湧いてくる。いいぞ、集まってきた。どうだ、やつらは移動を始めてます。よし、順調のようだな。ただただなんだ。やつらの様子が変なんです。あれ、なんだか様子が変だな。やりきれない時には思い出そう。自分は一人じゃない。さあ今歌おう。おいゼルグ、どう変なんだ。妙におとなしいっていうか、獲物へ向かうって感じじゃなくて、なんていうか、不思議な力体中に湧いてくる。命を動かすエネルギー、それは誰かを愛すること。楽しんでるみたい。まさかですね、気のせいでしょ。明日の行方見失ったら愛を探そう。誰かのために途端に命はきらめき輝く。愛は命を。
なんだ。ダン、今がチャンスだ。よし、出発するぞ。オッケー。続け、遅れんな。気をつけろよ。ラジャー。不思議な力、体中に湧いてくる。命を動かすエネルギー、それは誰かを愛すこと。明日の行方見失ったら愛を探せ。たちはうまく脱出できたかな。大丈夫みたい。あれを見て。ジルマ成功。脱出作戦大成功だよ。やあ、おめでとう。待って、これどうなってんの。やつら暴れだしたぞ。まるでもっと聞かせろって動いててるみたい。マンロー、マンロー、カメラ急げ、早く。そうだ、演奏だ。みんなもう一度演奏を。そしたらおとなしくなるよ。ジルマ、みんな演奏して歌ってお願いだから。サミス、手伝ってくれませんか。だから言ったろ、奴らを舐めてかかると。そういうの今いいから早く。モンガ、モンガ突き破られるぞ。もうそうじゃないよ、なんとかしなきゃ。ゴーゴー、安心するのまだ早いぞ。穴ふさげ。ジルマ、ジルマ、おい、チャンス、ジルマだ。どけ。何すんだ。ジルマ、リサ、ありがとう。おかげでなんとか食い止められた。でも
君って一体。そうね、私って一体。誰なんだろう。記憶はなくとも体が何かを覚えていた。この感覚、この感じ、どこかへつながっているような、ああもどかしい、あと少しなのに届かない景色が見えそうなのに、かつてこの瞳に映った何かが。だけど一つだけわかったことがある。自分にしかやれないことが、できることがある。それを果たすことが今の自分の全て。ねえみんな聞いて、私ダンナーと追うことにする。リサ、自分に力があると知った以上手をこまねいてはいられない。ダンと一緒に少女を探し出し無事に連れ戻す。でなきゃここのみんなは一週間後に。なあ、俺も一緒に行かせてくれ。え、チャベス、でもあなた。ジルマがやられた。え、奴らに足を噛まれた。なんだって、ジルマが。足首だから脳に毒が回るのに時間がかかるとして2日、2日以内にダンの言ってた決戦を打たないと。2日以内、行って帰ってでは間に合わない。ジルマを連れていく。決して足手まといにはさせない。だから頼む、一緒に行かせてくれないか。もちろんよチェベス、一緒に行きましょう。オンニキル、いいえ、私のあなたがいれば心強いわ。この世界に何が待ち受けているのか、あの水平線の、この世界で自分に何ができるのか、あの地平線の向こう、行き着く先はどんなところか、何一つわからない。この世界に何が待ち受けているのか、この世界で自分に何ができるのか、行き着く先はどんなところか、何一つわからない。ボイスオブガイア、だからボイスオブガイア、耳を澄ませ、ボイスオブガイア、聞こえる。わかったことがある。自分にしかやれないことが、できることがある。それを果たすことが今の自分の全て。Oh, yeah.
この感覚、この感じ、どこかへつながっているような、もどかしい、あと少しなのに届かない、だけど一つだけわかったことがある、自分にしかやれないことができることがある。テスト失格。ジャベス、石ころ投げられたぐらいで相手の位置を見失うとはな。どういうつもりなの。どういうつもりだ。寸暇を惜しんで訓練してやってるんだ。むしろ感謝してもらいたいね。ねえ、その言い方とか性格なんとかならないの。無理だ、なんともならない。だいたい信じられないんだよね。何が。ガソリン隠し持ってたなんて。隠し持ってなんかいない。持ってたことを黙ってただけだ。一緒だよ、なくてみんな困ってたのに。しかしそのおかげでここまでバイクで来られたんだ、違うか。それはそうだけど、少なくとも18時間は短縮できた、違うか。それもそうだけど、ところがだ、こっちは秘蔵のマイガソリンすっかり使い切っちまった。これ経費で落ちるんだろうな。落ちない、経費なんてないし。冗談だよ。真顔で冗談言わないで。それより偵察に行くんじゃなかったの。行ってきたさ。え、でどうだった。妙だ、このアビアーノ空軍基地は見たところ何の警戒態勢も敷かれていない。警戒する気すらないみたいだ。なら誰もいないんじゃ。いや、いる、うっすらとだが確実に気配がする。遠巻きに見てないで正面玄関から突破してみる。敵だと思われてみろ、一斉射撃で蜂の巣だ。ちょっとなんでいきなり。相手は戦争屋だ、用心に越したことはない。ダンたちはうまく飛行機に乗れたのかな。さあ、ここまでたどり着いたかどうかすらわからん。それない、絶対ついてる。どうしてそう言い切れる。さっき自転車の車輪の跡を見つけた、ぴったり3台分。お前な、世界中で自転車乗ってるの、あいつら3人だけか。ねえ、もしかして。ああ、囲まれたみたいだ。やつら。いや、人間だ。奴らは気配を消すような四面倒なことはしない。じゃあ誰。わからん。どうする。逃げる。逃げるの。ただし基地の中にだ。なるほど。でもジルマンは安全な場所で隠れてる。走るぞ。オッケー。あっ、向こうだ。うわっ、うわっ、待て待て待て、撃った撃った。俺たちは見てる通り人間だ、奴らじゃない。そう、ほらちゃんと喋ってるでしょ。普通に歩けるしね。あんたたちアメリカ軍の兵士だよ。彼女アメリカ人なんだ。そうよ、多分。多分は余計だ、だって覚えてないから。ダンがそう言ったんだろ。ダンを信じないのか。信じる。なら堂々と名乗れ。私はリサ・マーチン、アメリカ人、保護を求めたいの。よし、いいぞ、続けろ。知り合いを追いかけてここに来たの。名前はダン・ギブソン。様子がおかしいな。どうやらダンの名前は逆効果だったらしいな。でもどうして。ダン・ギブソンの一味か。一味って。おとなしく指示に従え、出ないと射殺する。どうする。もう分かってんだろ、俺の性格は。なんともならない。よく覚えとけ、俺はな、人の指示に従うのが死ぬほど嫌いなんだ。仲間が大事だ、こっちの指示に従え。マルコ、嘘。油断すんなバカ。
リサ、リサ、起きて。リサ、起きて。リサ、死んだ。バカ言うな。でも起きないよ。どうする？心臓マッサージ、それともマウスとマウス？そうだな、やってみるか。どっちを？それお前、マウスの方。え？どうして赤くなってんの？いや、なってねえし。お前うるさいぞ。ロブロ？リサ？ちょっと何今何しようとしてた？リサにマウスマウスを。違うんだ。心配して顔覗いてただけ。夢？それともリサ？大丈夫？ここは？ああ、見ての通り、アビアの空軍基地の中の留置場。留置場？どうして？うん、それがさ。ダンはどこ？うん、それなんだけどね。チャベスは？チャベス？チャベスも一緒なのか。うん、さっきまではうまく逃げられたんならいいんだけど。で、ロブロとゼルがどうしてここにいるの？ダンはどうしたの？ここで一体何があったの？うん、それなんだけど、わからないんだ。わからない？いや、最初はダンがアメリカ人だとしてすごい友好ムードだったんだよ。それが突然、なんか急に態度変わっちゃって。俺たちはここに、ダンは別のところに連行された。連行？どうして？だからわかんないんだってば。じゃあダンはまだこの中のどこかにいる？うん、それがね、はあ、何？いや、その直後輸送機が一機飛んでったんだ。輸送機？よくそうと分かったね。それはゼルグが空軍オタクだから。あの音は C-130 ハーキリズ戦略輸送機だよ。絶対間違いない。じゃあダンは守備よくリノザ島へ向かったってこと？うん、それがどうもそんな感じじゃないんだよね。どういうこと？途中から全く友好的じゃなくなったし、むしろさ、ダンは罪人扱いされてた。罪人で、俺たちはその共犯者。そんな感じの扱われ方だったよね。でもどうしてなんだろう。さあ、こっちが聞きたいよ。女、出ろ。女、聞こえないのか。ここには女っていう名前の人間はいません。リサ・マーチン、出てくれるね？はい。やっぱりマルコ、まさか生きてた？期待させて悪いが、私の名はマルコではない。嘘。来るんだ。嘘だ。あ、じゃあ双子。うるさいぞ、黙ってついてこい。あれ、え、ちょっと、俺たちは、おい、え、おい、リサ。なんでリサだけ？わからん。がっかりだよね、せっかく会えたのに。はあ、心配だろう、ライバル出現で。あ、だってあの若い兵士、確かにマルコに似てるよ。いや、似てないだろ。全然似てないよ。でもリサは見間違えてた。え、いや、殴られて目がどうかしまったんだ。かわいそうに。まさに恋は盲目ってやつだね。ああ、は？あ、ごめん。ああ、もうくそー。怒るなよ、謝ったじゃないか。違う、お前に怒ってるんじゃない、自分が腹立たしいんだ。もどかしい約束果たせぬこの自分、囚われのみ身動き取れず、どうしようもない、もどかしいこんなところで終われない、そこに行けばきっと何かがわかるはずなのに、手足をもがI'm a
ようこそ。私はモーリス・グリーン大佐だ。一足遅かったようだ。ダン・ギブソンは本国へ護送されたよ。本国？アメリカへ？なぜ？無論軍事裁判を受けさせるためだ。軍事裁判？ダンが何をしたって言うんです？リサー・マーチン君、それは君が一番よく知っているはずだが。私が？ドクターをお連れしました。音をしろ。どういう風の吹き回しかね、大佐。今さらわしにだ。こいつはたまげたね。こんなところで君に会おうとは。リサマーチン、あんたは祝杯と行こう。おい、誰だ。ドクターに酒を渡したのは。こいつらを責めるな。わしに処方したんだろ。アルチューってのはれっきとした病気でね、むやみに断酒すると中枢神経が制御できずに、その結果幻覚妄想。わかりました。説明は結構です。だが慎んでください。記憶を失うまで飲まないように。記憶をバカ言うな。忘れたいから飲むんだ。だが君のことは忘れようにも忘れられん。まあそっちは覚えちゃいないだろうがね。こちらはドクター・ジョー・ナッグス。今はこの基地の軍医だが、以前はユーサムリッドにおられた。 USAMRIID 陸軍伝染病医学研究所。そう、君がスタンフォード大学の研究員だという触れ込みで潜り込んだ場所だよ。伝染病、スタンフォード。ゾッとするよ。世界中のありとあらゆる病原体が集められていたんだからな。中でもレベル4エリアと来たら。レベル 4？ そう、レベル4。あそこの恐ろしさを端的に言うとだな、より危険度の低いレベル3や2に入るにも、感染を防ぐために相当数のワクチンを注射せねばならんのにだ。レベル4ではワクチンを全く打たずに済む。なぜか。レベル4で扱う病原体はエボラを筆頭にワクチンなど存在せず、治療法も皆無だからだ。よくまああんなところへ潜り込めたもんだよ。いくらダン・ギブソンに近づくためとはいえ。え？そう怖い顔しなさんな。偉そうに言っとるわしだって知ったのはパンデミックの後だ。パンデミック、爆発的な感染。まさしくあれは爆発だよ。人類を壊滅させるに至るほどのな。かつて見たこともないウイルス、人を蝕むばかりではなく、屍を操るウイルス、そんなものがなぜ現れた。アラスカ、3000万年前の氷に閉じ込められた未知のウイルス。政府はそれを撲滅するため町ごと焼き尽くした。だがその直前、ウイルスの親株はユーサムリッドのレベル4へ送られてしまっていた。担当者はダン・ギブソン教授。ダン？危険極まりもないウイルス、漏れてしまったのだ。レベル4から、人を人でなくすウイルス、そんなものがなぜ漏れ出した。あれは悪夢だったよ。ユーサムリッドの研究員が次々に倒れ、もがき苦しみ、あの嫌なうなり声を上げて人間ではなくなっていく地獄だよ。我々が駆けつけた時には奴らで溢れ返っていた。マシンガンを浴びせても奴らは倒れなかった。それどころか
兵士たちに襲いかかり、噛まれた兵士たちは病院へ送られ、そこで発病した。感染源はレベル4だ。そこから誰かが漏らした。すさまじいまでの繁殖力、抗う人々をあざけるよ。世界中の学者が躍起になってワクチン開発を急いだ。だが人類の英知をもってしても困難を極めた。奴らの出現でパニックに陥った人類は、電力をはじめ交通、通信手段を失っていく。かくして人類は限られた居住エリアでのみ生きることを許される存在になり下がった。誰がこんな世界にしたんだ。どこで過ち犯したのか。こんなこと誰が許した。誰がこんな世界にした。死はしない、誰のせいだ。その後、私は水没したレベル4で残されているはずのウイルスの親株を探した。だが見つからなかった。そのはずだよ、監視カメラの映像にはそれを持ち出そうとするダン・ギブソンの姿があった。嘘よ、そんなのでっち上げだわ。でっち上げ。監視カメラには君の姿も映っていたんだがね。君はウイルスを持ち出そうとするダンを止めようとする一方で、彼をかばい麻酔銃に撃たれ意識を失い、そのまま連れ去られた。そんな、わからないのは君が誰なのかということだ。スタンフォード大学のリサ・マーチンという研究員は数年前に死亡している。保証するよ、わしが葬儀に出ているからな。もう一つ、君が現場に残した拳銃を解析したところ、機種不明と出た。つまり特注品だ。リサ・マーチン君、君は一体何者なんだ。さあ。はい、こちらアビアの空軍機。なんだと。どうした。無線の相手がダン・ギブソンだと名乗っています。え、モニターしろ。はっ。貴様は誰だ。グリーン大佐ですね。さっきは手厚いお見送り感謝しますよ。ダン、どうなってんだ。ダン、どうして君がこの回線を。これは失敬、回線使用に許可が必要でしたか。ふざけるな、質問に答えろ。君は拘束されているはずだ。いや、それですが、言うことを聞かないと奥歯に隠したウイルスを機内に撒き散らすと脅したのが効いたようで。奥歯隠す。皆さんよくしてくださってますよ。今も目的地を変更してもらったところでね。何、軍用機をハイジャックしたってのか。大佐、多めに見てもらえませんか。どうしても行かなければならないところがあるんです。ダメだと言ったら奥歯を外すまでです。サバー。ダン、どうして。リサ、なぜそこに。ダンを追ってきたの。あれからいろいろあって。いろいろって。全部聞いたわ、ユーサムリットのこと。レベル4、なんで隠してたの。ダン、今は何も話せない。そこを動かないで必ず戻る。なんだ今のノイズは。通信装置を破壊した模様です。なんだと。やってくれたな。レーダー班に連絡、 C130 の位置、方向を確認。はっ。なんだこのガキは。このいたずら坊主めつまみだぜ。はっ。あ、一応子供だ、手洗い言葉するな。リサ、ここにいたんだね。知り合いか。待て、廊下にいる見張りはどうした。動くな。
シャベス、武器を捨ててもらおう。武器を置け。両手を上げろ。リーサ、君のお仲間か。紹介するわ。シャベスにジルマ、ロブロにゼルグよ。どうも。さあ、リーサは連れてくぜ。俺たちはダンの後を追わなきゃならんのでね。やつの行き先を知ってるのか。まあね。さあ、あんたらの飛行機で俺たちを送ってもらおうか。残念だが、それは無理な話だ。でないとこいつが脆いぞ。何に物を言わせようが無理なものは無理だ。この基地には F22 が数機残されているだけなんでね。バオ、 F22 エアドミナー最小ラプター、最高の戦闘機だぜそれ。バオ、すまん、つい興奮して。おい、戦闘機があるなら無理じゃないだろう。そうかな。 F22 に何人乗り込むつもりだ。そうだよ、 F22 は一人乗り。一人乗り。君らの中で戦闘機を操縦できる人間はいるかね。操縦したくてたまらない人間ならここに。意味のないことを言うな。そう、ここまで来たっていうのに。ああ、何か他に方法はないのか。ないよ。だって海が危険だから空から行こうとした。もううるさい、分かりきったこと言うな。なんだよ、あんたが聞くから。チキショウ、どうすりゃいいんだ。一つ聞かせてくれ。君たちはどうしてそこまでしてダンのことを追う。それはこの子の命を救うためだ。この子の。かばれたのか。ああ、半日以内に決戦を打たないとこの子は。半日。その子だけじゃない、ダンはみんなを救おうとしてるんだ。ダン・ギブソンが奴らに噛まれたのに発病しなかった少女がいるの。ダンはその少女の元へ向かってる。それは本当なのか。ええ。大佐、もし本当なら人類は救われる。ドクター、体内にウイルスが侵入すると通常免疫系が抗体という物質を作ってウイルスを撃退する。だが奴らのウイルスについてはほとんどの人間に抗体ができない。しかしその少女は噛まれても発病しなかった。少女だけは自ら抗体を作り出せた可能性がある。彼女の血液から血清を作れば即効薬になるし、ワクチン開発も夢ではない。あのウイルスを一番よく知るダン・ギブソンの手にかかればね。一つだけダンを追う方法がある。本当に？どんな方法だ？ガエータに米海軍基地がある。海軍？でも海は。ああ、危険極まりない。だがガエータ沖に停泊中のワイオミングなら。ワイオミング？弾道ミサイル搭載のオハイオ級原子力潜水艦。よくご存知で。なんかすいません。なるほど、原子力潜水艦で海中を進むのなら海も恐れるに足らない。それに私もちょうど任務を終えて艦に戻るところだった。艦に戻る？大佐は現在ワイオミングの艦長を務めておられ。よし、じゃあその潜水艦に乗せてもらおうか。よーく考えろ。潜水艦となるとパイロット一人を脅して操縦させるなんてわけにはいかん。動かすには何十人という乗組員が必要だ。君たちの思うままにはならない。本当かゼルグ。そっち方面は詳しくないけどその通りだと思う。くそー。チャベス、銃を下ろして。さあ、ジルマを救うためよ。大佐、条件を聞かせて。ダン・ギブソンを追跡、身柄を拘束する。それが目的であれば君たちを乗せてワイオミングを動かすことは可能だ。てめえまだそんなこと言ってんのか。忘れるな、ダンへの嫌疑が晴れたわけじゃない。わかんねえやつだな。だからロブロ黙って、条件を飲むわ。おい、リッサ。その代わりこっちにも条件がある。私たち全員を連れていくこと。その子もか。もちろんよ。もし途中で発病したら。心配すんな、その時は俺がこの手で。よかろう。目的地はリノザ島よ。リノザ島。では早速出発しよう。ヘンドリック総長をご案内して。はっ。こちらへ。待って。何ゼルグ。あの、ごめん、僕は別に行かなくてもいいよね。おい、ゼルグ、だって本当に戦闘機に乗りたかっただけだから。潜水艦はちょっと正直怖くて。ここで待ってるよ。分かった。必ず迎えに来て。
必ず。なんだスコット少尉。はっ、自分にも何かご命令を。ああ、私にも何かできることがあれば。君は F-22 でリノザ島へ飛び、ダン・ギブソンを援護、場合によっては緊急着陸も許可する。はっ。ドクター、あなたも来ていただけますね。同行したいのは山々だが、ご存知の通り持病があってね。艦に戻ればまだ封を開けていないブッカーズが一本。ブッカーズ、それは最高のバーボン。いや、薬だよ。どうぞこちらへ。どうした？リノザ島上空なんだろう。どうして着陸しない？下をよく見てみろ。下？なんだ、一体どうなってるんだ。着陸は無理だ、諦めた方がいい。いや、ここまで来て諦めるわけにはいかない。パラシュートを貸してくれ。正気か？頼む。パラシュートを用意しろ。ダン、これを持って行ってくれ。ただし電波が届くのは5キロ以内だ。いいのか。君が悪人とは思えない。奥歯の剣、あれはハッタリなんだろう。感染源はレベル4だ。こんなこと誰か中にいるかと思うとね。大丈夫だよ、まさか外に出て泳ぐなんてことにはならないから。そう願ってるわ。シルマ、人の心配してないでお前は休んでろ。そういう気になれないんだ、わかるでしょ。好きにしろ。ありがとう。艦長。なんだ。艦長、全艦に次ぐ、全艦に次ぐウォーキングデッド作戦遂行の指令が出た。遂行は3時間後。これは訓練ではない。総員、準備に入れ。はっ。おい、なんだ、どうなってる。なんか空気が重くなっちゃったね。我々は3時間後に作戦行動に入ることになった。君たちをリノザ島へ送り届けたらそこでお別れになるだろう。作戦って？こんな時に戦争なんてやってる場合？戦争以上だ。有事でもこんなことはありえない。おい、どういうことなんだ。何が起こってるの？悪いが極秘事項だ。何なんだよ。もう教えてくれたっていいだろうに。大佐の立場では話せない。この点わしなら。ドクター。なーに、アルコールの禁断症状のせいだとでも報告してくれればいい。飲んでいる最中に禁断症状ですか。人体というのはそういうもんだ。理屈では割り切れん。せめて氷で割ってください。いいんですか。構やしないさ。こうなったらもろともだ。もろともって？ NATO 軍の調査によれば、奴らは爆発的に増殖しているように見えるが、人類が絶滅したエリアでは奴らもやがて死滅するというケースが報告されている。まあ平たい言い方をすれば、餌がなくなったってわけだな。餌ね。だがユーラシア大陸においては、奴らは巨大な餌場に向かって大移動を始めている。餌場って？インド、中国か。その通り。2つの国を合わせて26億人、地球の人口の3分の1以上だ。奴らにとっては巨大な餌場であり、食料貯蔵庫というわけだ。ウォーキングデッド作戦は
その食料貯蔵庫を叩く。叩くって？核ミサイルだ。核？このワイオミングだけで120発の核弾頭を搭載している。120発？そんなに？オハイオ級の原潜なら標準装備だ。一発につき長崎に落とされた原爆の20倍の威力がある。そんなものを120発も？この潜水艦一隻に。なんでそんなに持ってるわけ？知りたいなら東西冷戦の歴史に聞け。それにこの作戦指令を受けている原潜はワイオミングだけではあるまい。オハイオ級だけでも4隻は配備されている。4かけて480発。それが全部中国大陸を襲うってか？26億もの人を犠牲にするつもりか？人権はどうなるの？軍の作戦なんてもんにそんな概念はない。敵は人間扱いされず、戦闘で殺人を犯しても罪にはならない。それにこれはもはや戦争ですらない。災害に対する対策活動だ。バイオハザードという人災へのな。でもダンが血清を作ることに成功して、人間が奴らにウイルスに打ち勝つ術を持てたら、その作戦の必要はなくなるんじゃない？理屈ではそうだな。だが3時間以内にそれができるか。やるしかない。そうよ、やるしか。ああ、3時間あればギリギリ間に合う。くそ、なんてこと。どうしてこんなことに。頼む、生きていてくれ。こちら F22 C130 落とせよ。こちら F22 C130 落とせよ。こちらダンギルさん、C130 からパラシュートで島に降り立った。どうぞ。こちら F22、 トランシーバーの電波から位置を確認した。ダン、そちらの状況を教えてくれ。状況最悪だ。どうした？艦長、正面に巨大な生物を確認。なんだと？水面から水深60フィート異常な数です。とても直進できません。巨大な生物？ブラックモビーか。おそらくとうとうおいでなすったか。正確な数は？数は切れません。ミノザ島周辺の沿岸約2000フィートのエリアを群れが覆っています。2000フィートだと？何なのブラックモビーって。ウイルスに侵されたクジラたちのことを俺たちはそう呼んでいる。メルヴィンの小説白芸に出てくる巨大なクジラモビーディックをもじってね。そのよりによってこんな時に。どうします？迂回しますか？そんな時間はない。魚雷で散らすぞ。はい。魚雷装填。魚雷装填。魚雷装填。よし。魚雷発射準備。角度330、深度50、距離120。魚雷発射準備します。角度330、深度50、距離120。魚雷発射準備。よし。ふぅ。魚雷発射。魚雷発射完了。目標まであと距離110、70、30、20。魚雷爆発まであと10秒9、8。ブラックモビーがスクリューに反応。逃げ始めます。3、2、1。魚雷爆発。ブラックモビーはどうだ？群れは少し拡散しました。中央突破できるか？どうでしょう。まだ難しいと思われます。よし、もう一発打ち込む。はっ。2番魚雷装填。2番魚雷装填。2番魚雷装填。よし。魚雷発射準備。角度待ってください。中心を確認。距離5。こっちに突っ込んできます。魚雷か？魚雷にしては大きすぎます。ブラックモビーが。大丈夫？怪我はしてない。被害確認します。艦長、また来ます。距離3。そいつ捕まれ。ギルは捕まって。ブラックモビル、ダイヤテリア沈静。艦長、第8エリア沈静しました。修理班第8エリアに向かう。艦長、これ以上海当たりされたら艦が持ちません。なことは100も承知だ。どうすればいい？聞こえないのか？状況を教えてくれ。そんなもの上空から見れば分かるだろう。島中が奴らだらけだ。少女を探そうにも身動きが取れない。しかしどうして？え？海に囲まれた孤島にどうして奴らがいる？それはこっちが聞きたいね。ダメだよ、もうやめて。
どうしたのジルマ、何が言いたいの。攻撃をやめて。はい。本で読んだことがある。クジラは仲間を守ろうとしてぶつかってきてるんだよ。だからこっちが攻撃をやめれば。大佐、相手を刺激しないで、こっちに攻撃の意思がないことを示して。おい、何を言ってる。大佐、言う通りにしてみよう。一理ある。魚雷発射中止、全機関停止せよ。魚雷発射中止、全機関停止します。ブラックモビーの位置は距離 0.3。 動きは艦のすぐそばにぴったりつけています。ですがぶつかってくる気配はありません。ほらね、ジルマ偉い、やったね。シャベス大変、この子ひどい熱。まずい、声が大きすぎた。奴らに居場所がバレたみたいだ。囲まれてる、通信を切るぞ。待て、電源は落とさないでくれ。着陸して応援に向かう。着陸だと本気か。自殺行為だと。やってみなきゃ分からんだろう。なんとか持ちこたえてくれ。ああ、やってみる。ああ、大丈夫かな。みんなこんなに心配するんだったらついてけばよかった。いや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 、それは怖すぎる。無理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 。え、おい、まさかあんた、どうしてここに。奴の動きは変わりません。本艦の真横につけたまま並走しています。ドクター、どう判断します。どうやらこっちがおとなしくしている間は手を出してこないようだ。それじゃあこの先には進めない。その通りだ。もういっそのことさ、魚雷を撃ちまくって敵を全滅させたら。魚雷が奴ら全ての脳に命中しない限り全滅は不可能だ。それでせっかく静かになったお隣さんを下手に怒らせてみろ。次の衝撃で原子炉の冷却装置が破壊されたら終わりです。くそ、島まであと少しだって言うのに。しのぶだぜ、なんだってあのウイルスはクジラに感染するんだ。他の動物には感染しないくせに。それを今言う。クジラなんか保護するべきじゃなかった。あんな奴ら絶滅させておきゃこんなことには。クジラに八つ当たりするのはやめろよ。そうよ、ジルマのためにも冷静になって。何か方法があるはずよ。すまん艦長。なんだ。リサ、悪い知らせだ。ガンからなのね。リノザ島に飛んだ F22 からの報告だ。上空から人間の姿は確認できず、代わりに奴らがうじゃうじゃ歩き回ってるそうだ。そんな、リノザ島は安全なはずじゃ。だが現実にはそうではなかった。残念だが例の少女も無事ではあるまい。ダンは、ダンは生きてるの。ああ、パイロットが生存を確認、着陸し援護に向かった。ダン、もはや望みなしか。人間が、人間様がウイルスごときに手も足も出ないなんて。ウイルスごときね。確かに奴らは小さい。電子顕微鏡でないと見えない。遺伝子を膜で包んだだけの存在だ。だが生物誕生のずっと前からこの地球に存在していた。恐竜を絶滅させたのはウイルスだという説もある。一部のウイルスは DNA を書き換えてしまう。キリンはある日一斉に首が長くなる病気にかかり、ゾウは鼻が長くなる、サルは DNA のわずか 4% を書き換えられただけで人間に進化した。生物を環境の変化に対応させ絶滅させたり進化させたりして地球上の命を未来へつないでいく。そのためにウイルスが存在するのだとしたら、人間ごときがそれに立ち向かおうなんていうのは神への冒涜だ。こんな時に
お説教はたくさんだ。ついでにもう一つ、味方を変えればウイルスによって我々人間は奴らに進化しているのかもしれない。まさか。そんなものは進化じゃない、退化だ。そう言い切りたいのなら絶滅しないようにすることだ。普通だったか、生きていたか、君はこの俺が護衛する。驚いたな、マルコ。お前は幻覚を見ているのか。マルコという男はそんなに俺に似ているらしいな。リサにも言われたよ。リサ、君はリサに。あったよ、マビアノで。君たちは同じ目をしてる、未来見つめている瞳、この世界を救う光を宿してた。だから助けに、だが手遅れた。この島の様子を見ただろう、あの少女はウイルスに勝ったわけじゃない、ただ発病しなかっただけだったんだ。いわゆる健康保菌者ってやつだ。ウイルスは体内で死なずに生きている。島の医者がろくに調べもせずに少女の血液から血清を作り、誰かに注射しようもんならたちまち発病し、島は奴らだらけになる。それが今ここで起きている現状だ。山田のぞみ残ってる、何か他の手がきっとあるさ、君なら見つけられるはずだ。期待に応えられず残念だが、これを見てくれ。これは、ああ、奴らに噛まれた。ねえ、ちょっと気になることがある。ジルマ、寝てなさい。父さん。なんだ。今まで奴らが自分たちの仲間を守るところを見たことがある？いや、ない。奴らにそういう習性はない。同感だ。でもさっき体当たりしてきたクジラは自分の仲間を守るためにそうしただよね。ああ、そうだ。ということはあのクジラだけはまともだってことじゃない？脳が侵されていないんだよ。ん？ウイルスに感染してないってこと？いや、あれだけの群れの中にいて感染しないなんて。あのクジラはウイルスに勝ったんじゃないかな。確かに、あの一頭だけはウイルスに対する抗体を作り出せたのかもしれん。おい、その頃血液型は？B 型だが。神の助けだ、クジラの血液型はほとんどが B 型なんだよ。だからなんだ。まあ聞け、アフリカにこういう例が。エボラ出血熱は致死率9割だが、生き残った1割の人間には抗体ができた。場所から荒っぽいやり方だが、その人間の血を患者に注射したところ生存率が驚異的に上がった。つまりあのクジラの血をジルマに注射したら、この子は生き残る可能性は十分にある。だが。だが何だ、言ってくれ。あのクジラがキャリア健康保菌者だった場合は、その血液にはウイルスが5万と生きている。どうすればそうかそうでないか分かるの？確かめようにもその手段がここにはない。一か八か注射してみるほかには。チャベス。聞くな、俺の性格は知ってんだろう。大佐、私を海に出して。リサ、クジラから血を分けてもらうの。ダメだ、危険すぎる。それに。そうだよ、リサは泳げないのに。泳げない？なら俺が行こう。いや、俺が行く。リサ、俺に行かせてくれ。ダメよ、私が行きたいのは
そうしなければ一生後悔しそうな気がする。いやだけどさ、記憶をなくす前は泳げたかもしれない。いえ、泳げたのよ。え、わずかに記憶が戻ってきてるの。ダントのことも、いざ、もっと思い出せそうな気がする。海に出てみればそれがわかるわ。もしやっぱり泳げなかったら。大佐、行かせて。魚雷発射管から出ていくといい。水深60フィートまで浮上だ。浮上、水深60フィート。伝えてくれ、リサに。ああ、伝えるのも、この注射を打って脳を休止させればウイルスは脳を占拠できなくなり、奴らに変わり果てることはない。時間稼ぎにもなる。もし奇跡的に血清かワクチンが手に入るようなことがあれば、その時こそ真実を話そう。君に隠していたことがある。君を巻き込みたくなかったんだ。人類の運命を揺るがせる恐るべき目に見えぬ悪魔。あのウイルスはあまりにも危険だった。処分を提案したが、上はワクチンを開発しろの一点張り。遠くアラスカの氷の中、クジラの先祖の骨に恐竜すら絶滅させた。死を運ぶウイルス、上には黙って処分してしまおうと考えた。だがその俺を政府機関が監視していたんだ。リサ、君を使ってね。聞いてお願い、海の仲間よ、あなたの生きる力を私たちに分けて、その謎を教えて。君はスタンフォード大学から来たと偽り仕事を手伝っていた。二人は意気投合し、互いに惹かれ、やがて愛し合った。その枕元で俺は計画を打ち明けてしまった。けれどあの時二人には愛が芽生えてた。どうすればいいのか二人とも分からずにいた。当日になって予想外の事態が起きた。持ち出そうとしたウイルスはすでにそこになかった。誰かが持ち出したんだ。一瞬リサの顔が浮かんだ。そして君は俺に銃口を向けた。どうすればいいのか、の海の底から目覚めた時、リサは記憶を失っていた。二人で国外へ逃げた。記憶が戻らない限りリサが俺を追ることはない。だが愛も戻らない。そして今、今度は俺の意識が海の底に落ちる番だ。お願い海の仲間よ、教えて。
しっかりしろ。ジルマ、もう少し踏ん張れ。もう少しでリサが戻ってくるから。ここまでだ。ああ、言われなくても分かってる。おい、聞いてんのか。油断は許さん。もう少し様子を。ジルマ、タンさん、これでジルマが助かったら核攻撃をやめさせてくれるわよね。司令部を動かすには一人助かったというだけでは説得力がない。じゃあどうすれば核攻撃を中止できるの。国家が認めるウイルスの第一人者からの報告があればね。国家が認める第一人者、ダンネ。ああ、だが彼をタイムリミット内に保護するには島の沿岸を塞いでいるブラックモビーたちを何とかしないか。何とかなるわ。今何て言った。音楽を使うのよ。音楽。ブラックモビーたちも奴らと同じウイルスにかかってるなら音に反応して集まってくるはず。そんなことをしてみろ。それこそこの缶は。音楽なら大丈夫、証明済みなの。奴らは集まってくるが襲っては来ないんだ、音楽が鳴っている限り。それは僕も保証しますよ。ジルマ、この目で見たよ、音楽は奴らをおとなしくさせる。ドクター、クリジラの抗体が効いたようだ。やった、ジルマ。音楽でブラックモビーたちを艦に引き寄せて、その隙に小型艇でリノザ島へ向かい、ダンを救出して戻ってくるわ。意図は理解した。だが海軍とはいえ潜水艦には楽団どころか楽器一つない。ならアカペラで。あ、みんなでアカペラで歌えばいいじゃない。しかし急に言われても。アカペラ艦長、知らんのかね。私はこれでも学生時代グリークラブの部長でね、アカペラならお手の物だ。ドクター、それにこの艦の連中とも合唱した経験がある。本当に。まあまあ主に酒場でだがね。一つだけ言っておく、銃弾は限りがあるが奴らはキリがない。武器庫から好きなものを持っていけ。ありがとう。君、これを。ありがとう。よし、浮上するぞ。総員、配置につけ。合唱の準備だ。海面まで浮上。総員、配置につけ。合唱準備。おう。ねえ、リサ、もう一度チャンスが欲しいんだ。俺も一緒に行く。ありがとう。リサ、俺も行こう。チャベス、でもジルマは。こいつは試練に耐えた、もう一人前だ。父さん、それにここで尻込みしてたら親としての示しがつかん。チャベス、じゃあ一緒に行こう。うん。父さん、これで最後じゃないよね。明日も会えるよね。ジルマ、明日のことをとやかく心配しても始まらん。今日という日が明日のために犠牲になるなんてのは馬鹿げてる。明日は明日だ、それ以上の何者でもない。俺たちに求められてることは一つ、今日を生きる。
それだけだ。うん。あの曲をやるぞ。合唱準備は？合唱準備よし。よし。総員タクトに注目。はっ。海が好きなやつはしぶきを浴びながら波間に浮かぶ星たちを艦長。どうだ。ブラックモビーたちがゆっくりと本艦に近づいてきます。いいぞ。もしも初めての船出なら風の行方が目的地。ものすごい数のブラックモビーです。この羅針盤を遊ばせて静かにゆっくりと光の海の見える丘で波ばかり数えて。艦長、島への航路が開きました。小型艇なら通り抜けられます。よし、小型艇発進。本艦はこのまま日の里沖で待機する。もし君が生まれ変わるなら海の底から始めよう。強い潮の流れかき分けて知らせてやるだけだ。待って、もし離れ離れになったら最初にダウンを見つけた人間が小型艇で潜水艦に戻る。あとの二人はその後の救出を待つ。それでいい？異議なし。同じく。いや、行くよ。
校にいた軍人さんね。ダーマン、ダーマンどこにいるの？ねえ、リーザ危ない！ロフラ、目を覚ませ！やる！ロフラ！リーザ後ろだ！ロフラ！ロフラ！リーザ、リーザ何してる？早くダンの元へ行け！したのか。守る。やりきれない時には思い出そう。一人じゃないさ今感じよう。行方見失う。
ったら愛を探そう誰かのために途端に命は諦めき輝く愛は命の愛は命の この音はロベルト。だから言ったでしょう、こいつが魔除けになるって。ベルグ、基地で待ってるはずじゃ。ロベルトがリサのところに行きたいって言うからさ、 C130 に乗っけてもらって、おかげで夢が叶ったよ。ここしたのね。どうしてここに。もう大丈夫、クジラの血を注射したの。クジラの血。ダン、聞いて、私あなたとのこと思い出したの。君は、え、君は誰だっけ。ダン、私を忘れたの。ダメだ、思い出せない。そんな、波ばかり数えて、すべては巡り巡りて、驚いたね。この歌を君が作曲したとは。自分の曲がアメリカ海軍で歌われていたとは光栄です。おかげで人類は間違った選択をせずに済んだ。感謝する。
いえ、感謝ならダンさんに。だが感謝しようにも彼の記憶は。皮肉な話だよ。リサ・マーチンに出会ってからの記憶がすっかり失われてしまうとはな。レベル4の謎を知る2人が2人ともその記憶を失ってしまったか。出動するよりダンがウイルス学者としての知識を失わなかったことを喜ぶべきだろう。で、彼のクジラの抗体に関する報告がなければ今頃。なのにダンさんを連行するんですね。連行じゃない、ご同行いただくんだ。ウイルス撲滅の研究に参加していただくためにね。見ろ、プロフェッサーダン・ギブソンの登場だ。ダンさん、本当に行ってしまうんですか、リサを置いて。ロベルト、これは選別だ、受け取ってくれ。気持ちはありがたいが、酒は。え、もしかしてやめたのか。ウイルス撲滅までは飲まんと決めた。なに、少しの辛抱だよ。健闘を祈るよ。ありがとう。すまない、どうしても思い出せないんだ。気にしないで、記憶は戻るわ、いつか必ず。ああ、そうだといいんだが。きっとそうよ。また会えるかな。ええ、必ず、そう遠くない日に。じゃあ、これで。うん。皆さんの軍へのご協力に感謝します。次にお会いするとき、この大地は再び人類の手に戻っていることでしょう。今年の初めての船出なら、風の行方が本当にこれでよかったのか。そんなこと考えてると思う？リサ？無理よ。リサ・マーチンが何者だったのか、うやむやに済ませるなんてできない。世界をこんな風にしてしまった張本人は私かもしれないのに。それは考えすぎだよ。それにダンタのことだって、あのクジラに教えてもらったの。記憶の底に思い出を眠らせていたって何も始まらない。まずは始めなきゃ。始めるのよ。始めるって何を？アメリカに行ってとことん調べてみるつもりよ。え？だがどうやって？周りにはまだ奴らがうようよしてんだぞ。そろそろよ。何が？ほら、聞こえるでしょ？この音は？ヘリコプター？え？リサ、まさか？うまくやったね、ゼルグ。ゼルグ？じゃあ、あのヘリコプター見てごらんよ、誰が操縦してるか。嘘だろ、ゼルグだ。え、でもどうやって？機体は前から見つけてたんだけど、燃料がなかったんだって。その燃料はどうしたの？チョロモカス使って。どこで？アビアンの空軍基地。あの野郎、さっかりしてんな。ああ、ちょっと待って、俺も連れてけ。連れてくって、ジルマはどうするの？あいつはもう一人前だ。いざとなったらロベルト、お前に任せる。はい。一つだけ条件があるわ。なんだ？あの時のクジラについての発言を撤回してくれる。え、何それ。さあ早く。クジラは保護されるべき動物だ、絶滅させやはならない人類の友達だ。よし、でもやっぱりダメ、あなたは残るのよ。ずるいぞ。おい、またね、切って戻るわ。Thank you.
ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。